お湯沸かしときよ。ここに鍋にお湯かけて大根みじん湯沸く段取りさしときよ。松山市の川原調理専門学校で学生らに指示を出しているのは、和食の伝道師、料理人の近藤和樹さんです。今日は冬の味覚、あんこうの鍋を作る特別講義で、あんこうならではの調理法、吊るし切りを披露しました。上から包丁を入れるんですけど、こういうふうに骨に沿わしていくと、こう身が取れます。やっぱり近藤先生の技術はすごい高くて、すごいスムーズにさばいていくので、すごい印象に残りますね。この講義は一流の料理人の技術を学んでほしいと開かれ、学生らはほとんどの部位を余すことなく使ったあんこう鍋を堪能していました。